北上鉄道フラワー1985系機動車は、北上鉄道が1985年の同社営業開始から2009年まで使用していた機動車である。国鉄北上線が1985年4月1日に第三セクターの北上鉄道に転換されるのを前に、富士重工業により、フラワー1985から1フラワ1985から、 ニフラは1985から3の3両が製造された。当時富士重工業が第3セクター等のローカル線向けに製造していた LE カーリンシリーズの二軸車でワンマン運転に対応した車両である。同時期に製造されたミキ鉄道のミキ180型とは基本構造、性能がほぼ同一である。 火災市と共同でバイオディーゼル燃料の使用実験が行われた際には本形式が利用された。記号のフラワーは沿線の火災市にある兵庫県立フラワーセンターに1985は開業年の西暦1985年にそれぞれ由来する。フラワー2000系の代替導入に伴い2000年2 1985から22001年に フラワー1985から3、2009年にフラワー1985から1が廃車となり形式消滅した。フラワー1985から1が最後まで在籍していたものの老朽化によって週2日しか稼働できないという状況であった。そのため大体ように三木鉄道からフラワー2000型と同型の三木300型を一両購入し、 フラワー1985から一応イベント用とする計画であった。しかし2009年1月に車両故障を起こして使用不能となったまま同年3月31日付で除籍された。皮肉にもさよなら運転などは故障ということもあって行われなかった。廃車後フラワー1985からには奇襲鉄道に乗とされ、 季鉄1系季鉄1となったが、フラワー1985から1も同社に譲渡され、季鉄2となった。フラワー1985から3については、個人に売却されている。季鉄1は、奇襲鉄道で2015年まで使用された後2017年3月に、有田川町鉄道公園に無償譲渡され、2020年に、フラワー1985から2時代の塗装に、 復元された。車体は長さ12メートル級の普通構成車体で両端にバス用のオリードを設置し、扉間には観光バスと同様の上段固定下段横引き窓を儲け乗務員室側にのみ乗務員室扉を設置した。車体構造は当時富士重工業で生産されていた路線バス用車体に類似する。全面下部には補絵を兼ねたスノープラウを装備している。 側面から見て、右端の窓は固定窓となっている。前面形状は中央に縦3を入れた2枚窓で、両側前面相下に全小灯と尾灯を、中央上部には方向膜を設置した。なお、方向膜は、フラワー1985から2の見取り替えにより、北上町青になっており、フラワー1985から1、3は、 青、北条町と登場時のままになっている。ちなみに、三木鉄道三木180系の側面窓は、路線バスに多いアルミサッシの上段加工下段上昇窓であり、本系列との外観上の相違点となっている。塗装塗装は白地に赤色体を施し、登場時のカラーのラインが全車緑色になっていた後、その上に3両ごとに異なるカラーのラインが入った、ものであった。 中央部の衣装は、北上鉄道の北をかたどったものである。各社異なるラインカラーのは、内訳は以下の通りである。全席ロングシートであり、車内にトイレは設置されていない。ワンマン運転に対応するため運転室付近に、運賃箱、整理券発行機、運賃表示機を設置しているほか、北上線から加古川線への乗り継ぎ利用客のため、 青駅の乗車駅証明書発行機も備えている。冷房能力22000キロカロリー、H の基幹直結式冷房装置を装備した。エンジンは、出力 180PS、2200RPM、直列6気筒直噴式横形ディーゼルエンジンの UD トラックス製、ポリエチレン 6H。空気バネ式一軸台車を二つ装備した二軸車で、一方が、駆動台車。 もう一方が、不随大社となっている。ありがとうございます。